どうも、ソイジマックスです。実は先日ですね、ソイジマックス組の、メイキング用のカメラを購入しました。まあ、型落ちなんですけども、キャノンの、アイビス HF-M43 というモデルをですね、購入しました。これもう売ってません。型落ちです。型落ちでアウトレットで安く売ってたんで、それで購入しました。ソイジマックス組で使ってるキャノンアイビス HF-G10 とですね、バッテリーが許容できると。そういう理由でね、これを買いまして、まあ、マニュアル操作がですね、しにくい構造にはなってるんですけども、まあ、オートで使う分には全然問題がないので、非常に重宝しています。ただね、このカメラね、ちょっとね、広角が弱いんですよね。だからね、引きがね、取りにくくて、困ったなぁと思ってまして、このカメラの K にはまるワイドコンバージョンレンズを購入しました。はい、それがね、これなんです。ロアジャパンの 0.45 倍の、スーパーワイド。ね、0.45 倍です。いわゆるワイコンと呼ばれるワイドコンバージョンレンズですね。ここにつけたらどうなの？お！プッ、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 プッ。これ、カメラ違うんで蹴られますけども、まあ、ワイドになってるのはお分かりだと思います。ほら。ほら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 。これだけで十分わかる。僕のこの頭がこの辺ですけどもね、ほら入りますよね。 M43 につけると、はいはい、まあまあこんな感じになります。ワイドコンバージョンレンズをつけるとね、まあどのカメラもこんな感じになりますよね。蹴られもないし、十分ワイドで使えますね。アイビスの HF-M43 のまあノーマルバージョンと、このワイドコンバージョンレンズ 0.45 倍をつけたら、どのくらい画角が違うのか、ちょっとテスト動画がありますので、それをご覧ください。やっぱりね、ワイコンがあるとね、便利ですね。ただ、ズームをしてるときはですね、ちょっとね、やっぱりね、このワイコンの影響があって、ぼやけることもありますんで、望遠を使うときは、外して使う方がいいみたいですね。でですね、これ買ってからね、気づいたんですけども、これね、ちょっと外しますよ。このね、ワイドコンバージョンレンズがね、実は2個のね、レンズで構成されてるんですね。要はね、これ外れるんですよ。これ外れちゃうんですよ。ね、二つのレンズで構成されてるんです。こっちは広角ですけども、こっち、これがね、なんとマクロレンズになるんです。これでわかるかな？ほら、これ、見えるかな？マクロレンズになるんですよ。なんとこれがマクロレンズになるわけですね。結構近寄っても見える。ほら。ピントが合う。まあね、安いワイドコンバージョンレンズを探してたんですけど、たまたま買ったこれがですね、意外や意外、一粒で二度おいしい商品でした。ロアジャパンのワイドコンバージョンレンズ 0.45 倍、マクロレンズもついてるよでした。ではまた皆さん、次回お会いしましょう。皆さんね、はい、そこで好きしていいです。過剰に燃える演技です。